最近小田奈々の度が過ぎてきていること。僕は嫌だわあ、でもなんかそれを見て小田が喜んでる。喜んでるやった、私のこと言ってくれた、ね、じゃないのよ、ゆいぽんが私を意識してるて最近小田が電話に出てくれない、僕は嫌だなんなんでしょうね、いっちゃん怖いやつ。そうですね、一番怖い、僕は嫌だ。続いては小池です、どうぞ。何の用事もないくせに電話やメールをしてくるお父さん、僕は嫌だかわいいね、かわいいね、うん、これ見てお父さんまたかわいいねってメール送ってくるかもしれない親父が小田奈々がちょっと度が過ぎていると。はい、なんか最近結構みんなメンバーみんながこう小田奈々になんかほらゆいぽんいるよみたいな、メンバーが言い出したんだ。そうすると小田奈々がそれに答えようとするからすごい来るんですよ、うん、うわやだね。ってことは、でも小田が悪いわけでもないかもしれないよね。まあそうですね、ゆいぽんここにいるよね、小田奈々ここにいるよって言ってるやつらが、はいはい、問題ない、林立てるやつらね、うん、まあ多分 4,5 人は大体検討するけど多いんだよそれやるメンバー多いな。私守ってます。私最近握手会でひどすぎて小田奈々の手噛みましたもん。ええどういうこと。なんかゆいぽんが本当今は本当撮らないでみたいな写真を嫌がってて、そうでも小田奈々はこれ使わないから自分の記念だけに撮らせてみたいな、本当やめてよって言って離れないからリサと手噛んで話します。何それ原始的な攻撃だ急にリサも登場してきた。リサも噛むの。真中が噛んでるからいいなと思って。いいないやリサはもう噛む欲が、噛む体欲が。いやリサはだってさ小田奈々が好きだったんじゃなかったの。はい、大好き小田奈々だよね。だからその嫉妬だからそうだよ、あの志田が噛んでていいなって思ってそうか小田奈々の小田のこと噛めていいなって思った。小田奈々の手どんな味するんだろうみたいな改めてだけどさ、もう変態グループでいいんだよね確かにここね。長澤くんの嫌だは小田だっけ。小田でしたね。なんか最初の初期の時はすごい電話1回とか2回でパッて出てくれてたんですけど、最近 2,3 ヶ月ずっと出てくれなくて、自然に切れるまでずっと出なくて、で切れた瞬間に何って LINE が来るんです。え何これ。でも奈々子の電話ってすっごい長いんですよ。もう絶対切ってくれなくて、切ろうとするとやめてやめてやめてって言うんですよやめてやめて切れないでやめてって。長澤君に原因があるような気がするんだけどちょっとこれ聞いた感じだとね、どんぐらい小田奈々長さは何分ぐらい。でも1時間とか。なんか普通平気で。ほぼ長澤君が喋るの。奈々子が喋ってそれを聞いたりとか。何を喋るの。なんだろう、くだらないことすぎて。七子の悩みとかかな。でもえもう何、七子の悩みはくだらないの私には関係ない。嫌い怖い怖い、大ストーカーの言い方嫌いじゃないよ、好きだけど。好きだよ。でもうざったいかな、ちょっと。やばい。何分ならいい。5分。5分、うん、じゃあ今日していい。いいよ解決しました。よかったよかった。長さん5分を何回もやったりしてるダメよ1日何回も5分の電話をかけてる5分後とかそういうことじゃないからね。1日1回ですか。1日何回。小田1回。1回ね。1日1回5分。毎日するよ。じゃあ怖いよ恐怖の電話。一番ストーカーキスかもしれない。さあ小池の嫌だ、もうちょっと小池の嫌だ。なんかほっこりだ、ほっこりしましたね。お父さんのやつでしょ。なんかお父さんはいつも朝早く6時とか7時になんかおはようと送っ
てくれるだけならいいんですけど、うん、ペンギンの絵文字をいっぱいつけて今日はペンギン大サービスとか言ってな何このメールみたいな、それだけ送ってきて、で返さなかったら起きてるとか言って電話がめっちゃかかってきて、うん、で出たらなんか別に用事はないんだよって言われてめちゃくちゃそれがうざいんですよ。あやめてあげてよ。そっか、こういきもそういう年頃か。かわいいじゃんお父さん。お父さんからのメールがあるんですって。あ、あるの。はい、ちょっと見てみましょう。ほら、ペングイン、ペングイン、1,2,3,4,5,6,7、今日もペングイン、ペングイン大大サービスや。いや、めっちゃ可愛くない。可愛いじゃん。あともう一個ある、もう一個ある。みーちゃんおはよう、ペンギンの絵文字を見るだけで寒い。これはちょっと、これはなんか、これは知らねえよだね、確かに。これはね、南極とか送ってあげてよ、ね。ならお父さんが残念、北極です、北極で、あたーあたーみたいな。